ここよ。綺麗なの。山神の元から帰る途中で見つけたの。美しいものは心身を癒す。リトルデーモンたち、この景色を見て体力を回復するがいいわ。すごいね。こんなところでお昼寝できたら気持ちよくて疲れもあっという間に消えちゃっただろうね。あの状態で見てみたかったな。もう十分休憩したもんね。あ、そうなの？疲れていなくてもこの光景は感動的です。ありがとうございます、ヨシコ。でも無断でいなくなったことは反省してくださいね。だからそれは悪かったってば。みんな、せっかくこんなに綺麗な場所に来たんだし、ここでお昼にしない？いいわね。景色も最高だし、これ以上ランチにぴったりな場所はないわ。また山道を戻ることになるわけですから、ここでしっかり栄養をとっておくのがいいかもしれませんね。座れそうな場所を探しましょう。ピラごぼうもピリ辛で美味しいですね。まさに悪魔的。食べる手が止まらない。彩りも綺麗だわ。さすがカナタね。こんなに作るの大変だったでしょう。まあそれなりにね。でもこうしてみんなと一緒に食べるところを想像したら全然苦にならなかったよ。こんなに美味しいお昼が食べられて、こんなに素敵な景色も見ることができて、ハイキング来てよかったじゃら。想定外なことはあったけど、こういうのも悪くないわね。こういう体の動かし方もいいもんだね。ダンス練習とかいつもやってるトレーニングとは違う感じ。山歩きまたやってみたいかも。本当ですか？そう思ってくれたなら私も嬉しいです。実は皆さんに相談したいことがあって。相談？はい。今後も定期的に集まって山を歩きませんか？内容もハイキングから登山へ徐々にシフトしていくのです。リフレッシュ効果、足腰の強化、そしてこの花畑のような大自然からのプレゼント。山での刺激は私たちを確実に成長させてくれるはずです。定期的それは、どうしようかな。海ったら、もう。どうですか？いい考えでしょ？ぜひ検討してみてください。